今日お話しするのは200万人から300万人が虐殺された惨劇、カンボジアのキリングフィールドとその中心にいた狂気のポルポト政権についてです。ただ都市に住んでいるから、専門職に就いているから、大学生だから、またはメガネをかけているという理由で人を殺すようなことが実際にあったと言ったら信じられますか？そのようなことが暴力団や狂った団体ではなく、国家が公式的な政策として行ったという信じがたい歴史があります。過去古代国家でも例を見ないほどの惨劇が映画でも小説でもない現実の歴史に記録されています。過去クメールルージュ政権下にあったカンボジアでのことです。このように骸骨が積み上がった写真をご覧になったことがあるかと思います。惨事の中心にいたクメールルージュとは何で、どうやってカンボジアの権力を握るようになったのでしょうか？クメールルージュとはフランス式表記で、赤いクメールのことで共産主義を意味します。クメールとはカンボジア人口の 90% を占める主流民族のことです。とても強硬な急進左派勢力だったクメールルージュは1967年北ベトナムの支持のもと誕生しました。1973年カンボジア地域に多くの南ベトナム解放民族戦線であるベトコンがいるという情報を得たアメリカは、カンボジアが北ベトナムを支援する可能性を遮断するためにカンボジアの解放区を空爆します。この時カンボジアに投下された爆弾は半年で約25万トンに及び、この量は第二次世界大戦で日本に投下された爆弾の約 1.5 倍にあたり、被爆地区を石器時代に逆戻りさせたと言われます。同時にアメリカはカンボジア親米政権を支援し、彼らがクーデターを起こすよう促しました。1969年から1973年頃まで続いたアメリカのカンボジア空爆に多くの民間人が犠牲になりました。参戦国でなく中立国であったカンボジアを攻撃したアメリカに対して国際的に批判の声が高まります。しかし実際にカンボジアは北ベトナム軍の補給ルートにもなっていたので、カンボジアの北ベトナム支援に関する情報はあながち間違ってはいませんでした。1970年アメリカの支援のもと、親米右派勢力だったロンノル将軍がクーデターを起こしカンボジアを掌握します。このクーデターで米軍はカンボジアのベトナム系住民を迫害し、収容所に隔離した後一斉に虐殺しました。迫害から逃れようと1970年には20万人以上のベトナム人がカンボジアからベトナムに戻りました。政権を握ったロンノル将軍はありとあらゆる不正を犯しました。ロンノル政権の腐敗でカンボジアの主力輸出品目だった食料もかえって輸入するありさまになってしまいます。米軍によって死んでいく国民を見殺しにするロンノル政権にカンボジア国民は怒りを募らせます。クメールルージュは民衆の反米心理を利用し、平等と公平を掲げながら勢力を拡大させます。クメールルージュはロンノルのクーデターによって王座を奪われたシハヌークと手を結び、保守勢力からも支持されます。クメールルージュはクーデターによって成り立った政権を同じく力で強奪しようとします。血で血を洗うように政府軍とクメールルージュ勢力間での内戦が起きます。この内戦は激化し、耐えられないと考えたロンノル政権は急いでアメリカに支援を要請し、1億5000万ドルに及ぶ資金を受け取りましたが、怒りの頂点に達した民衆の攻撃を鎮圧するには力不足でした。1975年最終的にロンノル政府は内戦で敗北、クメールルージュはカンボジアの首都プノンペンを制圧し、新たな政権の幕開けとなります。ロンノルはインドを経由してハワイに亡命します。クメールルージュは旧サムファンを名目上国家元首とし、首相ポルポトが実権をつかみます。その後すぐにポルポトは亡命したロンノルの代わりに、ロンノルの部下と家族などを含めたおよそ700人を虐殺し、当時分裂していた共産党を掌握した後にも公務員と軍人を大量虐殺します。ポルポトは情報の機密性が革命の基本原則と強調しながら、コード87、コード99、バンポー、ポルなどとコードネームを変えながら活動し、できるだけ正体を伏せていました。
民衆はポルポトの存在を知らないも同然で、これは政権をつかんだ後も維持しました。活動を共にしたメンバーもポルポトの本名を知らないほどで、ポルポトの実の兄弟も弟が首相だという事実を食堂に貼られた写真を見て知ったといいます。ポルポトの本名はサロットサルといいます。金持ちの農家に生まれ、裕福な幼少時代を送ります。カンボジア政府からの奨学金でパリに留学もしたそこそこのエリートでした。親戚の誘いでフランスのクメール学生会に入り、将来クメールルージュのリーダーとなる人物たちと関係を築きながら共産主義に触れることになります。共産主義の理念に魅了されたポルポトはフランスのマルクスクラブを通してフランスの共産党でも活動します。彼は祖国カンボジアでフランス軍の弾圧と戦った際に北ベトナムの支援を受けたカンボジア共産主義運動に合流しながら、ポルポトというコードネームを使うようになります。ポルポトというコードネームについて意味などは詳しく知られてはいませんが、政治の可能性という意味のポリティカルポテンシャルから由来しているのではないかと言われています。この時期のポルポトを覚えている人はとても礼儀正しく無口でおとなしい性格で、常に祖国を思う青年だったと言いました。1953年、カンボジアがフランスから独立した後、ポルポトは自国で教師をしていたこともありました。ポルポトが急に変わり出したのは指名手配されてからのことです。時はロンドルのクーデターが起きる前、シハヌークの独裁時代に遡ります。ポルポトは独裁反対運動でシハヌークの秘密警察に指名手配され、密林地帯に逃げ込みます。そこで人間扱いもされない少数の原住民と親しく過ごしながら、カンボジアを共同体意識を持った共産主義国家に作り上げるという野望を持つようになります。この時から青年時代の礼儀正しくおとなしかった姿から、まるで冷戦時代のアフリカの指導者のような過激で闘争的な性格に変わります。ポルポトは北ベトナムと中国の支援のもと、武力抵抗でカンボジアの独裁に反発します。ですが独裁はポルポトではなく、ロンドルによるクーデターによって崩壊します。親米政権にとって共産主義を称賛するポルポトは邪魔者でした。ポルポトは攻撃対象を独裁政権から親米政府に切り替えます。シハヌーク政権はロンドル勢力に対抗するためにあらゆる反米勢力をかき集めます。独裁反対運動をしていたポルポトもこれに加わります。ポルポトは思想は違えど国民の支持を集めるためにシハヌークと手を結び、シハヌークはクメールルージュの名目的指導者となります。ポルポトは民衆の反米心理とシハヌークの支持を受け、ロンドル政権を打倒し実権を握ります。シハヌークの功績も少なくなかったため、彼を大統領の座に座らせますが、実質的にシハヌークに権力はなく、1年もしないうちに職位を剥奪され自宅に監禁されます。シハヌークは妻と共に処刑されるはずだったところを、中国の革命家周恩来の助けで免れます。しかし5人の子供と孫14人はクメールルージュの手に殺されてしまいます。邪魔だったロンドル勢力とシハヌーク一族を皆殺しにしたポルポトは圧倒的な権力を手に入れます。反外部勢力、反資本主義を掲げ、ソ連や中国共産党とは異なった新たな社会主義国家の建設を宣布します。国民の頭の中から資本主義を取り除いて共産主義を植え付けた戦士に作り上げようとしたのです。本来カール・マルクスの社会主義、共産主義は資本主義が完成した後、革命を通して労働者が主体となるプロレタリア独裁なので、根本的には資本主義を否定していません。ですが、どこで間違えたのか、ポルポトは政治、社会、文化から資本主義要素を徹底的に除去し、新たな社会主義を唱えます。一般的に同じ思想を持つ国家は互いに協力したのですが、あまりに過激な独裁を追求したため、他の共産主義国家はポルポトを拒絶し、カンボジアは孤立します。ポルポトは自身の理想である中国の毛沢東が主導した大躍進政策を模範して、より過激な手段でカンボジアを崩壊へと追いやります。ポルポトは中国の大躍進政策が失敗した理由を資本主義の産物である都市の存在だとし、カンボジアの都市をなくしてしまおうとします。また個人財産の保有を全面的に禁じ、
市場経済システム自体を破壊しようとします。資本主義を確立させた貨幣制度も廃止、プノンペン中央銀行も爆破してしまいます。他の共産主義国家でも例を見ない狂気の業です。貨幣と市場経済を失ったカンボジアは物々交換が行われ、何も所有することができなくなりました。必需品の大半は国家の支給に頼るしかなく、外国との交流も中国との限られた交流以外は切断され、貿易も不可能になりました。移動手段もなくなり、新聞の発行も禁じられました。またクメールルージュの許可がなければ結婚もできず、恋愛も禁止されました。クメールルージュは過去を全て否定し、新しい社会を築き上げた意義として政権を握った1975年4月を元年と公布します。恐ろしい狂気はまだ始まりに過ぎません。都市の住民を強制的に全て農村に集団移住させ、国民は例外なく国家が支給した黒一色の衣服とハイタイヤで作った靴を履いて集団農業と生産を強いられました。当然本来の職業や個人の能力などは考慮されず、国民は強いられるままに働くしかありませんでした。選択肢は存在せず、国が決めた日ごとの個人の作業ノルマを達成できなければ過酷な罰が待っていたため、どうしようもありませんでした。学校は資本主義の源とし、全国の学校大学を閉鎖させ、学生らはクメールルージュの極端な共産思想教育と軍事訓練を受けます。幼い子供を誘拐しては強制的に軍事訓練を受けさせ、少年兵として育てました。ですが国民も愚かではなかったので、カンボジア全域で反発運動が起きます。そして武力抵抗は激化し、内戦に至ります。ポルポトは国家の発展を遮る者は全て殺すと宣言し、抵抗する国民を鎮圧するために残酷な政策を取ります。カンボジアの血塗られた歴史が本格的に始まったのです。国家の方針、ポルポトの思想に反する者は皆資本主義者とみなし、ポルポトは抵抗する者だけを対象にするのではなく、資本主義を支持する者やその可能性があるだけでも粛清の対象にしたのです。資本主義や外国貿易に関連する者、事業者や外交官はもちろん、外国語を駆使する人や教授、教師、医者、薬剤師、放送人、専門職従業者、留学生や中流層以上のスポーツ選手、芸術家、歌手、芸能人まで、農民と労働者を除く全てを悪の枢軸と名指し、粛清対象にしました。ポルポトは知識人は全て粛清しろと指示したのですが、知識人の判断基準も狂気じみていました。高等大学教育を受けた者は無条件に処刑し、英語を話せたり、手に労働でできた豆がない者、メガネをかけていたり、本を読んだり、時計を読めたら知識人というめちゃくちゃな理由で投獄し、処刑したのです。中国の文化大革命もこれほどではありませんでした。クメールルージュが政治を行う前まではカンボジアには800人ほどの医者がいたのですが、狂気の政策が施行された後にはたったの40人が生き残り、裁判官は545人中4人を残して全て殺されました。カンボジアの国営放送 TVK も閉鎖に追われ、放送施設は破壊され、記者や放送局のスタッフは皆殺しとなります。ラジオや電話の使用も禁じられ、クメールルージュの許可なしに他の地域に移動した場合、現場で射殺されました。宗教も例外ではありませんでした。全ての宗教施設は破壊され、信者は虐殺されました。キリングフィールドは民族主義を通して最も極悪な様相を見せます。クメール族を除く少数民族の存在を拒絶し、当時国民の約 15% を占めていた少数民族を手当たり次第虐殺します。人口約50万規模のチャム族も30万人以上殺されました。クメール族でもカンボジアの伝統や文化に詳しい者は反乱分子とみなされ、粛清を免れませんでした。これによってカンボジアの伝統文化の大半は消失されます。中国の文化大革命とよく似ています。首都プノンペンに住んでいた人々はジャングルに引きずられていきました。水も電気もない小屋に移住させられ、人民公社で労働を強いられました。これらの過程で1万人以上が死亡し、首都プノンペンには5000人余りが残ります。
1976年からは全ての国民が人民公社で生活することになります。首都プノンペンを合わせた都市の住民は主に建設などの重労働に動員されました。老人や体の不自由な者も例外ではなく、週に2度開かれる集会では自己批判を強要されます。上官指導部の指示によって全ての国民は自分の過ちや近況などを公の場で自白しなければなりませんでした。これは社会的地位を問わず全ての国民が対象でした。自己批判の目的は互いの監視と告発でした。どんな小さな過ちでも発覚すれば即処刑となりました。国民は互いを警戒し疑わなければなりませんでした。クメール・ルージュは各種収容所を建て、抵抗したり少しでも資本主義的だと判断した人を投獄し、残酷な方法で虐殺しました。主に凶器で殴り殺しました。事実もっと残酷だったのですが、映像が規制対象となってしまうのでこれ以上は言えません。ポルポトは反乱分子は皆殺しにすべきだと強調し、捕まれば兄弟や妻子など3代にわたって反乱分子の罪を着せられました。監獄の中でもトゥールスレーン収容所では約2万人の囚人のうちたったの12人が生き残ったと言われます。ですがこの12人は発電所のエンジニアとポルポトの肖像画を担当していた美術家、囚人の写真を撮っていたカメラマンなどで、事実上2万人が皆殺しになったといえます。唯一外国人と国民が避難できたのは首都プノンペンにあったフランス大使館でした。当時フランス大使館には3000人余りの外国人とカンボジア国民が避難していました。しかしこれも長くは持ちませんでした。クメール・ルージュは大使館に外国人及び外国人男性と婚姻したカンボジア人女性とその子女を除いて一人残らず追い出すよう要求します。これに従わない場合、水道と電気を遮断し武装鎮圧を強行すると脅迫したのです。結局フランス大使館はほとんどのカンボジア人を差し出すことになり、人権国家と自称していたフランスは国際社会から批判を浴びます。それでもこの時大使館に残った人々はタイに無事脱出できました。こんな状況で国の経済が保たれるわけがありません。農業国家建設のためと労働力を農村に注ぎましたが、100万人以上の国民が飢餓と飢饉に苦しみ、農業生産力は低下します。労働を強いられ苦しい生活が続く上に、都市の住民は農業に関する知識も経験もなかったため、労働者は多くてもかえって収穫量は低迷していたのです。そのわずかな農作物も武器を買うために中国に輸出したため、労働者が食べられるのは1日1杯の薄い米粥が全てでした。史上最悪の惨事が繰り広げられているにもかかわらず、アメリカは北ベトナムの勢力を抑えるためにクメール・ルージュの手を取ります。アメリカはソ連を牽制するために親中政策を取っていたので、ソ連より中国に近かったカンボジア政府を後押ししたのです。実際クメール・ルージュはアメリカから支援された M16 ライフルで武装しました。1976年統一を果たしたベトナムの侵攻で、ついにクメール・ルージュ政権は終わりを迎えます。同じ共産主義国家であるベトナムがカンボジアを侵略したことに疑問を感じるかもしれませんが、ベトナムを嫌悪していたポルポトはベトナム系カンボジア人や新ベトナム派の人々を処刑してきました。1978年、ポルポトがベトナムに先制攻撃を吹っかけたことにより我慢の限界に達したベトナムは、同年25万の兵力を動員してカンボジアを侵攻します。1979年ベトナムはカンボジアの首都プノンペンを制圧し、傀儡政府カンプチア人民共和国を立ち上げ、力を失ったクメール・ルージュはジャングルに逃げ込みました。これでキリングフィールドという惨劇がついに終わりを迎えたのです。カンボジア国民にとってベトナムの支配は救いだったことでしょう。カンプチア政府は貨幣制度を復活させ、学校や病院はもちろん中央銀行や放送局も建てました。しかしカンプチア人民共和国はベトナムの傀儡政府という理由でソ連とポーランド以外の国からは国家として認められませんでした。中国は親中派だったクメール・ルージュを崩壊させたベトナムに対してカンボジアの解放などを名目にベトナムを攻撃し、これが中越戦争となりました。
この時アメリカはクメールルージュが大量虐殺を起こしたなどに構うことなく、ベトナム戦争の復讐をするためクメールルージュを支持します。アメリカと中国の支持を受けて、クメールルージュは戦力を維持しながらジャングルでゲリラ戦を繰り広げます。これによって内戦は長引き、またもや数十万人の人々が死ぬ惨事が繰り返されることになります。1989年、東ヨーロッパの社会主義国家が崩壊し、ドイツが統一されながら、ベトナム軍はカンボジアの国家自治権を認め撤退します。1998年、ポルポトが心臓麻痺で死亡したことによって、クメールルージュの勢力も消え去ります。ポルポトは敗退屋とゴミ溜めの中で火葬されます。こんな大惨事だったにもかかわらず、キリングフィールドやポルポトについて注目されたのは時間が過ぎてからでした。クメールルージュを支持していたアメリカ政府が意図的にもみ消し、騒ぎを鎮めていたのです。キリングフィールドを世界に告発したのはベトナムでした。カンボジアを攻撃し、国際社会から批判を受けたベトナムが世界にこの悲劇を知らせたのです。以後、カンボジアの記者ディスプランのキリングフィールド脱出ストーリーがニューヨークタイムズで取り上げられます。この記事を書いたシドニー・シャンバーグは、権力を持つ人々、企業、組織の不正を訴える報道や新たな政策、法改正、人命救助につながったジャーナリズムに贈られるピューリッツァー賞を受賞します。この記事をもとに、1984年にはキリングフィールドと題して映画化され、第57回アカデミー賞において助演男優賞、編集賞、撮影賞の3部門受賞に輝き、世界にキリングフィールドを知らせます。現在カンボジアは1993年から総選挙が行われており、立憲君主制を採択しています。国政が安定化しているものの、まだ問題は多くあり、現フンセン国王首相も腐敗した独裁者で有名です。未だに貧困と飢餓問題を解決できていません。それでもカンボジア特別法廷を設置し、クメールルージュ政権下で行われた大量虐殺を裁くために調査と処罰に努めました。この法廷で調査した結果、200万人以上がキリングフィールドの犠牲者となったことが明らかになりました。2020年までに発見されたキリングフィールドで人々が生き埋めとなった場所は2万3000箇所余りで、130万人を超える数の遺骨が確認されたといいます。キリングフィールドの影響は今日まで続いています。カンボジアの多くの文化が破壊され、知識人が皆殺しになったことで、科学、医療、教育など国家を率いる学問と知識の根幹が破壊されてしまいました。このような惨劇は二度と繰り返されてはなりません。血塗られた歴史、キリングフィールドとポルポトについてでした。